どうも。この動画では、女性が安心してソロキャンプできる社会を作ろうというテーマでお話をさせていただこうと思うんですが、今月7日、野営地で一人でキャンプをしていた女性が、不審な男につきまとわれたことを告発する、つきまとわれている最中の動画付きのツイートをしました。具体的には次のようなことがあったようです。午後9時過ぎくらいに暗闇から、こんばんは、誰と来てるのと声をかけられて、とっさに友達と言いますと嘘をついてやり過ごしたんですが、 その後トイレの前でさっきのお姉さんじゃないですか、LINE 教えてよと相手の男性は50代後半か60代くらいかなりお先に酔っている感じでした女性はその後警察に通報警察官が駆けつけるも男性の氏名と住所を控え厳重注意を行って帰ってしまったという女性はそれから朝までトイレの外の椅子で一睡もできずに夜を明かした朝になりテントを撤収し引き上げる際にも 男性のテントはそのままの状態だったという、警察からは暴力を振るわれたわけでもなく、ストーカーにも付きまといにも当たらないので、連行はできない。気をつけてあまり気にせずに寝てくださいと言われて、寝てくださいと言われても、野営場で焚き火もしているのだから、相手はナタやナイフも持っている。夜中に客乗して襲いかかってくるかもしれない。帰ろうにも私もお酒を飲んでしまっていて、運転はできないし、なぜ何も悪くない私が帰らなければいけないのか、夜が明けるまで恐怖心と悔しい気持ちでいっぱいでした。 まあこのようなことがあったようですがその女性が1人でキャンプをしているっていうのはおそらくまあ一般社会から離れてその1人で自然などを楽しむっていうのがまあ目的だと思うので、まあ、そうした中でその必要もないのにそれも暗闇で知らない不審な男から何度も声をかけられて連絡先を要求されたりするっていうのは深い極まりない行為だと思いますしその女性に恐怖感を植え付ける行為だとも思います。 でこの方はこの告発をしたツイートの後にもいろいろツイートされているんですが、まあ、この出来事があった数日後には、まあ、その帰り道で前から中年男性が歩いてきて、まあ、今までにはないような体の反応の仕方をしてしまったっていうようなことを言っていて、まあ、やはりこのような女性に恐怖を与える行為っていうのは まあその行為が終わったからといってその被害者側がきれいさっぱりそれについて忘れることができるはずもないですし、まあ、女性に対してトラウマを植えつける卑劣な行為に他なりませんでこうした軽率で卑劣な男の行為こそが、まあ、女性が安心して生きていける社会の実現や、まあ、女性の社会参画そのものを阻害している大きな原因の一つだと思いますのでこのような行為をやる人間に対しては強い憤りを覚えますでこ,この行為に対して非難の声が多くネット上では上がっているんですが まあその非難の声などに対して、まあ、やるやつはその元々聞かないんだからその非難の声を上げても意味ないみたいなそういうことを言っているアカウントが Twitter などで見受けられるんですが、まあ、こ,のこういう問題に関してそういう対応を取るのは違うでしょうっていうふうに思うんですねやはりそういう声がたくさん上がれば、まあ、こういう行為が許されないっていう社会的コンセンサスが形成されますしであと このの警察の対応もとと問題があると思っていてい、まあ、本来ならその女性に対して恐怖を与えるような行為をしてそこに恐怖を与えた加害者がいるっていうのは被害者側からしたらそこで安心,安心して過ごせなくなるっていうことですから、まあ、やはり本来なら野営城から出ていくようにその男に促すのが警察がやるべきことだったと思うんですがそういうことはやらなかったっていうのは非常に不適切だったように思いますやっぱりその警察っていうのも男性中心的な組織ですから まあこういうその女性に対して恐怖を与える行為っていうものの重大性っていうのをあんまり理解していない人が多いように思いますのでまあやっぱりまあそういう理解してたらもっと適切な対応を取っているように思いますのでそういう意味でもこういうネット上で 騒いで声を上げてこういう行為が非常に問題のある行為であるっていう社会的な認識を広めるっていうのは警察の対応を改めさせる社会的なプレッシャーという意味でも、まあ、意味があるんじゃないのかなというふうに思いますあとまあ日本の警察っていうのは女性警官もその世界的に見ても低い割合ですしやはりまあ先ほども言いましたが依然として男性中心的な 組織ですから女性警官を増やししたりして女性の人権をより守れるような組織になってほしいなというふうに思います。であと、まあ、こういう卑劣な人間じゃなくてもその女性がこうした行為に対してどれだけ恐怖感を抱いているかっていうのを理解していない男性っていうのもいると思うんですね。というのもやはり男性っていうのは男性と女性っていう軸ではその社会的にマジョリティの側に位置する属性ですから男性っていうのは、まあ、私も含めてですけど。 そのど,どれだけ女性差別に反対しようとしてもどうしても非差別当事者である女性でないと気づけないことっていうのはやはりあると思うんですね、まあ、特に今の男性中心的な社会で、まあ、それもに特に日本のインターネットっていう、まあ、みそ汁にあふれる言論空間で社会の女性に対して降りかかる不条理っていうのを告発するっていうのは相当なエネルギーがいることだと思いますし、まあ、今はネットがあるので、まあ、こうした不条理を社会に対して告発するっていうのは以前よりは 容易にななっっていいいるとはは思いますすが、まあ、昔はそういうのもなかったわけですよねだから、まあ、おそらく今までもこの種の恐怖を抱く体験をした女性っていうのは、まあ、少なくないと思うんですが、まあ、やはりあまりきちんとその男性中心的な社会できちんと真剣に社会問題として取り上げられることは少なかったと思いますそうした意味でもこういう告発に対しては、まあ、女性が こうした恐怖を感じることのない社会を実現するために、まあ、自分が何かできることはないかっていうことを、まあ、特にマジョリティ側である男性側が、まあ、きちんと考えて行動するっていうのが重要なんじゃないのかなっていうふうに思います。ですので、やはりその社会の生きづらさや苦痛っていうのを語っている女性の声っていうのは大切にして、まあ、社会を女性が生きやすいものになるよう行動するっていうのが、まあ、ジェンダー平等を支持する人ならやるべきことだと思います。まあ、これは女性差別のみならず、 障害者差別や性的少数者への差別人種差別などあらゆる差別について言えることだとは思います。あともう一つ言いたいのはその女性の安心を守ろうとか言って、まあ、LGBT 法案に猛反対してトランスジェンダーなどに対するヘイトデマを毎日のように拡散している極右のインフルエンサーの皆さんは この問題についてきちんと触れてるんですかね私の見た範囲ではあんまり触れてる人はいなかったですし、ですのでその女性の安心をきちんと本当の意味で守るためには、極右がやっているように LGBT を的にした卑劣なヘイトデマを拡散するんではなく、まあ、こうした現実に起きている女性に恐怖を与える卑劣な行為っていうのを非難して、まあ、そういうものが許されないっていう社会的な認識を形成することこそ重要だと思いますし、まあ、極右のインフルエンサーの方もかなり フォロワーのの多いい人もいますので、まあ、その影響力をですね、そのトランスヘイトとかそういう卑劣な差別をして越に入るのではなく少しはこうした現実の女性が直面している、まあ、問題について女性の権利を擁護する立場から少しは取り上げていただけたらなというふうに思います。で、あとインターネットっていうのも、まあ、特に日本語圏ではかなりミソジニーが蔓延している言論空間になっているっていうふうに思うんですね。まあ、この YouTube なんかでも政治系の YouTuber っていうのも右寄りの差別的な連中がかなり幅をきく 私がこの YouTube などで政治や社会に関して発信するっていうのも現状の言論空間に一石を投じたいっていう思いも大きいです。そうした言論空間を変えて女性差別含めたあらゆる差別がない社会を実現するためにも今後も微力ながら発信を続けていきたいと思います。この動画は以上となります。高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。